はい、ルルカです。ついに始まりました。プライムデイ、夢にまで見た商品を年日とのビッグセールでということで、残念ながらね、ルルカ夢には見なかったんですけど、見た方いらっしゃいますかまあ、どれくらいの方が見たかはわからないんですけど、まあ、確かにね、普段よりもお得なプライムデイ、本日から開催されました。で、このね、プライムデイなんですけれど、もちろんね、お得な商品が出ているという裏側では、お得なね、キャンペーンってものも行われていますので、今回はとりあえずね、何かを購入する前に参加しておいた方がいい、プライムデイのスタンプラリーに関して、まず紹介していこうかなと思います。この後、ルルカも何か購入しようと 思っていますので、お得な商品があったらそちらのも紹介しようと思いますして、お得なサービスってものも現在開催されていますので、そちらに関してもねできたら動画のオンにしていこうと思いますので、まずはねとりあえず何もね買わなくてももらうことができるかもしれないこちらのねスタンプラリーから紹介していこうかなと思います。どんなキャンペーンかというとプライムスタンプラリーということで、スタンプを5つ集めると10人に1人が当たるチャンス。下記にある参加するボタンを押してから Amazon プライムの特典を使ってスタンプを集めよう。7月19日23時59分までにスタンプを5つ集めて最大5万ポイントが当たるチャンス。詳細は 必ずキャンペーン詳細をご確認くださいというものになっていて一応ねこちらの方が当たる商品になっているんですけれど10人に1人が当たるスタンプラリーで最大5万ポイント5万ポイント当たったら嬉しいですよね書いてあります5万ポイントなんだけど気になるのは横はい500ポイントっていうのもあるんですけれどまあ基本的にねこのね大きさの比率から言うとほぼほぼね5万ポイント当たるんじゃないかなって感じなんだけどまあ実際は10人に1人ほとんどの方が500ポイントじゃないかなと思いますまあ運がいいというかめちゃくちゃ運がいいというかかなり激烈に運がいいと多分5万ポイント が当たるというだけで、基本的に10人に10 1人500人人ポイントが当たるんじゃなないいかなと思いますでこちらに関しては、今回行われるキャンペーン、5つね、スタンプ集める必要があるんですけど、スタンプを全部集めた場合に関して抽選されるものになっています。まあなんですけどね、この全部のスタンプ集めるためには、何かを購入するって必要が出てきます。まあお金がかかってしまいます。なんだけど、こちらのスタンプラリーに関しては、なんとお金がかからずに何か当たるチャンスがあります。それがね、この下の部分、スタンプ1つでも商品が当たるっていう部分になってるんだけど、まあ、これに関してもね、プライム会員じゃないとダメなんですけど、プライム会員に入っていると無料で利用することす。 ができるるるるサーービスを利用するともらえるキャンペーンペになっているんだけどまず一番最初、プライムリーディングっていうものになっているんだけど、k i n d l e Unlimited ってものがあるんですけど、Amazon の電子書籍読み放題サービスですね。まあ Amazon 内の全てのものが見れるというわけではないんですけど、結構ね、多くのものをね、見ることができるサービスになっていて、そのね、介護館みたいなものがプライム員に入っていると利用することができます。もちろんね、無料で利用することができるんですけれど、このね、プライムリーディングってものを利用すると、FireHD8 のタブレットが当たるかもしれない。まあそんなキャンペーンに参加することができます。こちらもプライム館に入ってると利用 することができるプライムビデオの簡易特典対象の作品を見ると、firetv スティック 4K MAX ちょっとね。いいモデルですよね。うちの実家に関しては普通の firetv スティックでね。大満足してるわけなんですけど、まあ、4k のね。テレビを使ってる人とかであれば、さらにお得な 4k モデル、もしくは Fire HD へとか当たるという形になっています。で、その次なんですけど、こちらねスタンプ一つで、ね、当たるものになるんですけど、こちらに関しては amazon で対象商品をお買い物するとってことになってるもので、何かをね。買わないと当たらないんですけど。まあ一応ね。こちらに関してももらうことができる可能性があるで、その次なんですけど。Amazon ミュージックプライム4月11日までにこちらのね。サービスで音楽を聴くことによって、スターグリーンアップルライブ申し訳ないんだけどね。ルルカに関してこのグループ知らないんですけれど、多分ね。amazon さんが扱うぐらいなんで、めちゃくちゃ有名なグループなんでしょうね。のコンサート。まあライブが当たったりとか、amazon ミュージックアルミテッドっていうのがねまあ、1。2ヶ月間無料で利用することができる権利とかが多分当たるんじゃないかなと思います。はいで、その下に行くとね。プライムスタンプラリーということで、まあ、自分がね。どの対象サービスの条件をクリアしているか見ることができます。まあ、ルルカに関しては5分の4ということでこちらですね。a m a z プライムの配送特典のある対象商品。 の購入だけはまだ済まま済せていないといななとう形になります、まあ、本日から始まったので、まあ、何か購入しようと思ってるんですけど、まだ購入していないので、こちらがね、達成されていない状況になってるんですけど、まあ、その他に関しては、プライム会員に入っていればね、すぐに利用することができますので、すでに利用済みということで、まあ、5分の4という形になっています。一応注意としては、プライムビデオですね、こちらだけはすぐ反映ではなくて、48時間以内の反映ということになっていますので、ミュージックだったりとかね、まあ、電子書籍を見る方に関しては即反映なんだけど、こちらね、なんかすぐに反映しなくて大丈夫かと思われる方もいると思うんですけど、もともとがね、 48時間というのになっていますので、その点覚えておくといいんじゃないかなと思います。ということで、ルルカに関しては5分の4。なんで、あと1サービス買って5分の5になると10分の1の確率でね。500ポイントが当たるんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか？まあ、特にね。難しいこともなく、まあ、プライム会員になっていれば無料でね。何かが当たるかもしれないキャンペーンになっていますので、何かを購入する前にね。こちらのね。参加ボタン、もうすでにルルカ参加してるのに出ていないんですけど、参加ボタンを押すだけで参加することができて、何かね当たるかもしれませんので、まあ、とりあえずね。祭りということでやってるキャンペーンに関しては参加した方がお得だと思います。 んでよろしければね、こちらのキャンペーン、概要欄下のところにリンク貼っときますので、参加してみるといいんじゃないかなと思います。そしてね、先ほども言った通り、この後ね、ルールか何か購入しようと思いますんで、自分がね、お得だな、買いたいなと思うものがあったらそちらも紹介したいと思いますし、その他にも無料で利用することができるキャンペーンだったりとか、お得なキャンペーンも開催されていますんで、まあ、そちらに関しても別途動画の方に上げていこうと思いますんで、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただき、ありがとうございました。夢にまで見た人、どれくらいいるのかな